パウダーが、まあ、見えないか、甘っ。というわけで無事に問題なく初日は迎えることができた。やったー。イヤリングちょっと痛かったから外しちゃった。めでたい。やったやった、幸せでございます。でもね、やっぱりまだやっぱり今日サイン会やってこれからこうお届けするって形だから、まあ、書店とかアマゾンで買って他のところで買ってて今日お家に届くとか、まあ、ファンクラブのも込みでね、そういうのじゃなかったら多分まだ見てないよって人が多いかもなんだけど、そうだからまだちゃんとみんなからね感想聞けてないから早く聞きたいなって思ってたんだけど、でももらってたとしてももうずっと一日書いてたから全然見れなかったな。今日はいい曲に、あーね、めっちゃ良かったね、あの曲わー待って、これ、ありがとう、写真集おめでとうってことかな本当にありがとう、お城が飛んできた、ありがとう、コリンクありがとうね、今日はおめでたい、あーガチャもくれた、うん、ありがとう、え、本当にありがとう、ごめんね、嬉しい、ありがとう、わーい、嬉しい、ガッチャありがとう、わーい、お祝いお祝い、びっくり4時間もやってたね本当にでもやっぱりなんか嬉しくて4時間あっという間だったな。うん、今日はお昼頃から今日の分のサインをずっと書いてた。ブーンって。で、宛名はもちろんサイン書いて、この配信やってる時に宛名とか、あと5冊券の方は、私はすっかり忘れてたんだけど、一言コメントも入れてお渡しするって感じだったから。おお、意外と手全然大丈夫。ね。4時間ってすごいね。でも本当にね大変って全然思わなくてね、本当に嬉しいなって思ったりありがとうっていう気持ちでいたからね、全然ねずっと楽しくてね、本当にあっという間に終わってた。ではもっと私がノロノロやってたらリアルにてっぺん超えちゃってたかもねそれはダメ、明日も朝からレッスンあるから。え、嬉しいね、こういうのでね、できるんだと思って、え、全然本当に途中でちょっとなんかちょっと固まってきたなとは思ったけど、でも全然今痛くないよ、全く本当に。写真集超絶セクシーっぽいね、あ、でも見てないっぽいねって噂で聞いたってこと。でも私はもう見すぎてもう感覚が麻痺しちゃってて、そうなのかなと思ってる。え、そう、なんか売られる前の自分の発言とかなんか記憶どっか行っちゃった、どんな見た人どんなですかね、なんか自分のことだからよく分かんないくなっちゃった。あ、見たらぶっ倒れるかも、刺激的、あーやっぱそういう感じだわ、そういう感じだったあ服着てるページ少女まあ水着がねやっぱ多かったよね、脱ぎたがり、いや別に私が脱ぎたがってたわけじゃなくて選ばれたカットがそうだっただけで、まあ、ほとんど選んでるのは私なんですけど、まあ別に撮影中ずっと脱いでたわけじゃないからね、載ってるページがそうだっただけで、はい私物ではないの、私物はね一つある、あとはもう全部お衣装用意していただいたので。服着てるカットもっとあったの、
あ、衣装は全部もう全部出してるけど、あ、そう、表紙、そう、本当の表紙もね、そう、あれ素敵だったよね。でもあれカバーできなかったの。ポスターも届いて、おお、ファンクラブのやつは届いた、あー嬉しい、よかった。やばい、ちょっと今日、あ、これ見れるかな。あー電池切っちゃった、分かんないや。と、うん、衣装はリンちゃんセレクト、うん、やっぱり芋煮ではなかった、残念エスカルゴだったまあ好きな人はどっちも美味しいね。ランジェリー姿、撮れるかな。あーでもやっとみんなに見てもらえてるし、愛着湧いてきて、わかるわかる、なんか愛着湧くよねエスカルゴって。なんか造語でもなければ文章っぽいやつのでもないから、なんかすでに存在してるものの名前だから、なんかわかる、それすごくわかる。まあその何だろう、甘い毒薬とか他にもさ毒々しい感じのなんかあったけど、それよりね、エスカルゴでよかった、いいなってすごい思う。写真集見ながらりんちゃんのファンでよかったなって、本当？なんで？脱ぎっぷりがいいから的なこと？こんなあのいい被写体だからってことってどういうこと？どの辺でそれを感じてくれたんだろう。いや、ありがたい、嬉しい。あ、さすがりんちゃんって感じ。おー、いいねー嬉しいね。結果このタイトルが一番いい、うん、いや本当にそう思う。今日は新規さんのこと、そうなの。なんかやっぱりいつもさショールームで見てるこういうメッセージとか、あのこの面々で、だからきっとこのね、おなじみのメンツで、あの YouTube の方もコメントとか、まあその5冊券3冊券買ってくれた方は名前こうやってわかるから、そう、それ見てなんかいつものお仲間かなって思ってたら、初めて見る名前が多くて、一冊だったらわかるじゃん、でも3冊と5冊だよ。結構なんかさ、ちゃんと本当に好きじゃないとさ手を出せないところじゃない、あの複数あるってことと、もちろん金額もそうだしさ、まあ、特典とかもあって買ってくれたのかもしれないけど、ちょっとなんか知ってるから程度で手を出せるようなものじゃないから、だからそれも本当に嬉しかった。私自分の目に見えてるもの以外、目に見えてないところでもなんかファンっていてくれてるんだって思って、やっぱりどうしてもあの握手会とかお話し会とか SNS でいつもコメントくれてるなってところでしか自分では把握できてなかったから、でそういうところ以外でも応援してくれてる人っているんだって、ね、でもまだまだまだ知らないところで好きでいてくれる人いるのかもしれないけど、今日はそんな方たちがこの写真集をきっかけにこう表にこう出てきてくれたっていうのもめちゃめちゃ嬉しかったね。え、なんか AKB ってすごい幸せだよね。それがとても見えやすい環境だし、そういう機会をたくさんくれるからさ、握手会とか、みんなもしかしたら機会が多くて疲れちゃうかもしれないけど、ファンにとってもまあ一番メンバーにとってもそれをこう大きく
見えやすくしてくれてるのがとてもありがたいグループだなって思う。だからそれを今度はこの先自分でどんどん作らないとね、いけないっていうかね、作ってもらってたからこそ自分でちゃんとその機会作らないとなっていうのはあるので、みんながまだ好きでいてくれたらこれからも来てくれるならっていう感じだけど、とりあえずね、今日発売したからみんなゲットしてると思うけど、これからもよろしくって感じで、今日はサイン会ね、やってくれた方、やってくれた方ってなんだろうね、買ってくれた方本当にありがとうございます。本当は毎日やりたいけど、なんか自分でさ詰め込んじゃったからごめんね、なかなか余裕がないんだけどちょっととりあえずね、30日の30日の公演をちょっと頑張ってきますね。時間あれば全然やるんだけど、ありがとう、すごいごめんね、焦ってたから早口になっちゃった、ありがとう、もう切れちゃうよね。まあなんやかんやいろいろ更新してるとは思いますがおやすみなさい、バイバーイ、おやすみ、たくさん見てね。エスカル、あ、さっきの歌忘れちゃった、見なきゃ、エスカルゴー。